ようこそペルソナ9の世界へ。私の名はエリザベス。そしてあなた様はこの新しい冒険の主人公なのでございます。これから起こる不思議な物語を少しだけお話しいたしましょう。ある日、あなた様は奇妙な鐘の音を耳にしたのでございます。それはペルソナ使いを異世界へと誘う合図。気がつくとそこは巨大な時計塔のある不気味な学校でございました。シャドウと呼ばれる謎の敵がはびこるその異世界で、あなた様はたくさんの仲間と出会い、共に元の世界へ戻るべく冒険へ赴くこととなります。今お話ししたことはほんのプロローグ。この先予想もつかない展開が待ち受けております。申し遅れました。私はエリザベスの姉マーガレット。これから妹と共にペルソナ Q の世界をご案内いたしましょう。少年からどちらかを選んでいただきます。選んだ少年によってそれぞれ異なる物語が待ち受けております。あなた様と一緒に冒険をするお仲間は総勢20名。個性豊かな皆様から最大5名を選んで迷宮へ挑んでいただきます。もちろん冒険の間、お仲間の編成はいつでも組み替えが可能。組み合わせによってはお仲間同士の特別な会話が楽しめるかもしれませんね。おう、相棒。行くであります、サブリーダー。頼りにしてる。この異世界であなた様は迷宮と呼ばれるダンジョンを冒険することになります。ほら、こっちだよ。迷宮の中には FOE と呼ばれる超強力な敵や様々な仕掛けが待ち受けているのでございます。手ごわく見える迷宮ですが、一度歩いたところをあなた様の地図に書き込めば探索がぐっと手軽になるでしょう。あなた様だけの地図を描きながら迷宮をクリアしてくださいませ。ちなみに私の作った地図は可愛らしいトリコロール。少し不安なのでは。ご安心を。あなた様の迷宮探索をサポートしてくれるオートマップ機能も搭載しております。どんな方でも安心して冒険を楽しめますわ。迷宮の中では謎の敵シャドウとの戦いが待ち受けております。あなた様の持つ心の力、ペルソナを使ってシャドウを倒すのです。ペルソナとはあなた様が呼び出すことのできるもう一人の自分、影に立ち向かうための仮面の力。その力が時に神や悪魔の姿で現れるのです。ペルソナ使いであるあなた様はこのペルソナを自在に使いこなすことができます。戦いにおいては敵の弱点をつくとお仲間がブースト状態になります。ブースト状態の方は次の行動が有利になるほか、お仲間が支援攻撃してくれる追撃や、パーティー全員で敵全体に畳みかける総攻撃も発生しやすくなるのです。この異世界はあなた様一人の力で乗り越えられるものではありません。3、はい、共に冒険するお仲間とペルソナの力を駆使すればどんな敵にも打ち勝つことができるでしょう。もちろん難易度は変更できます。冒険が初めてのあなた様でも最後まで楽しく遊んでいただけます。冒険の合間に私、あるいはお仲間の皆様からあなた様に依頼を出すことがあります。依頼を達成いただければ特別な報酬を差し上げます。物語の合間に様々な依頼を受けて楽しい思い出を作ってはいかがでしょうか。不思議な異世界での出会いはいつしか深い絆へと成長していく。
深まる謎。そびえ立つ時計塔。せーの、この道の世界で新しい出会いと冒険があなた様を待っております。ペルソナ9シャドウオブザラビリンス。タイトル以外合わなかったわね。もうワンテイク希望でございます。